こんにちは、フルチャです。ただいま絶賛開催中のデリバードレイドについて共有しておいた方がいいなという点が1点あったので紹介していきます。こちらのデリバードレイド、たくさんのテラスピースがもらえることでみんなたくさん集会とかしていると思うんですが、12月の26日朝9時になってしまうとクリスマスの終了に伴って、こちらのイベントも終わってしまいます。ところがですね、こちらインターネットに繋がない状態にしていれば引き続きデリバードレイドを回し続けることができるということで、おそらく一部の方はもうすでに知っていてやっている方もいるとは思うんですが、インターネットにあえて繋がずレイドを周回し続ける、もしくはサブロム、サブスイッチですね、もう一台持っているスイッチの方で、インターネットにつなげず、でもう一台のスイッチの方では普通にインターネットつなげてランク増したり新しいレイドやったりっていうのをしつつ、ガンガン回し続ける、レイドが終わった期間もずっとデリバードを温存するっていうことが可能なので、もちろんサブのスイッチとかを持っていないからランク間とかをするために通信つなげるよ、分かっててつなげるよっていう方は大丈夫なんですが、もし仮にですね、全然ランク間とかもそんなに興味ないし、イベントレイドも次来るエース版まではお休みかなっていう人だったり、あとはサブのスイッチ持ってるよっていう方は、うっかりインターネットにつなげてしまわないように注意しましょう。これに関しては今回のデリバードレイドに限らず、今までのEV のレイドだったりリザードのレイドに関しても同じことができていたので、今後も多分この仕様は変わらないと思います。なのでこれ以降に新しいもっともっと美味しい報酬とかが出た時に備えてこの情報を知っておいていただきたいなということで動画にしました。ちょっと短いですが今回はこの辺で動画を終わりにしたいと思います。ぜひともね、こういう小技活用してちょっとでもお得に時間を節約してポケモンプレイしていってください。それではご視聴ありがとうございました。フルチャでした。バイバイ。